どう山田です。はい、ついにリリースしましたポケモンマスターズ。はい、本日がリリース初日でございます。今日からですね、いろんな方々がプレイして、行っているところなのではないでしょうか。結構ですね、 SNS でですね、このリリース初日がなんかちょっとアプリが重いと、こう回線が重いみたいな感じでね、結構プレイできないっていうような、お声がいっぱいありましたね。で、まあ僕もね、ちょこちょこ止まったりとかしてるんですけれども、まあなんとかね、出たてよりは午前中よりはね、午後になって少し安定してきたかななんていうふうに思っているところでございます。で、今回なんですけども、まあちょっとね、やはりバディーズたちをしっかり集めていきたいので、ガシャっていこうかなと。はい、こちらポケモンマスターズですね、ストーリー進めることでもね、こちら使えるバディーズ、まあトレーナーとポケモンのセットバディーズといって、それをね3体編成して戦っていく、そんな感じのねゲームなんですけれども、そのバディーズをねどんどん増やしていけるわけですよ。で、このバディーズサーチをですね、ちょっと今回ですね、もう僕のね、もう貯金のなけなしの10万円をですね、石が今右上これね、78,610って書いてあるんですけど、このね、ポケモンマスターズ一度にこう入れられるダイヤですね。まあ課金とかに使ったりとかね、する石なんですけど、ダイヤが、所持上限が8万しかないんですよ。だからそれ以上入れられなくて今ここで止まっちゃってます。なので一旦ここのダイヤ全部使い切って、その後さらに、プラスアルファで。で、これね、B サーチポイントっていうのがこれありまして、バディーズサーチポイントっていうんですけど、これがですね、どうやら、バディーズサーチを引いていくとポイントがどんどん上がっていって、それが全部終わって400まで達成すると、好きなバディーズをもうピックアップ、自分でこいつ欲しいって言って、そいつを手に入れることができるらしいです。提供割合ちょっと一回見ていきましょうか。はい。星5が最高レアリティですね。こちらが 7%、星4が 20%、星3が 73% という感じで。で、同キャラが重なってもですね、バディーズ技っていうのがあって、その、各、まあ、必殺技みたいなのがあるんですけど、これの威力がですね、同キャラが重なっていくとですね、どんどん上がっていくんですよね。で、これが4体かな。4凸までは、これが確かありって感じなんで、合計5体か。までは、入手してもですね、こう、お得という感じになってます。まあ、お得かどうかで言うとちょっと、あれかもしんないけど。はい、みたいな感じですね。じゃあやっていきましょう。はい、優勝ガシャで、やっていきましょう。無償ダイヤからも、なるほどね。ゲーム内で入手したダイヤから先に消費されるということですね。オッケー。とりあえずやっていきましょう。なんかね、何回かちょっとプツプツしちゃってるんですけど、もうこの後はもうちょっとあんまり動かさないようにするから、録画切れないでね。いきますよ。はい、まず一人目が星さん、ナギです。二体目が、はい、鈴奈ちゃん。はい。フルボイスなのがいいよね。出てきた時フルボイスなんですよね。星さんがちょっと多めかな。はい。スモモも星さん。はい。はい。星4、星5が見たいな。4か5が見たいな。大ひょうた、ズガイト好きだ。岩タイプのポケモンと歩むことを決めたトレーナーさ。岩タイプか。今、たけしがね、普通に使えるけどね、どっちが強いかな、ひょうたとな。お、アンズちゃん、来た。関地区はね、ジムリーダーがね、こうね、変わりましたからね。はい。おあれだよ、あれ。俺はウルプ。全然星さんばっか。全然星さんばっか出るじゃん。いやー、ダブったー。バディーズ技が。はい、レベル2になりました。ありがとうございます。お、変わったぞ。クヨ。星5やん、いきなりだ。クヨ、お前星5だったか。あ、でも四天王はそっか、やっぱ4とか5になるのか。はい。ということで、もういきなりですね、星4一体引けました。星5か。星5一体引けました。クヨですね。はい。あ、ラン、フンですね。フンとランはもうちょっと間違えちゃった。ごめんなさい。はい、失礼しました。はい。ランちゃんの方は出ないかな。はい。レンブ星4か。ありがとうございます。はい。ということで、星5が1体、星4が1体、残りは星3で、ダブリ1って感じですね。オッケーオッケー。とりあえず星5は一旦コンプしときたい。それじゃあですね、20連目いきましょう。レッツラゴー。さて、投球でされました。はい。ポリゴンが、はい。はい。ポリゴンもぐるぐるなった。さあ、どうだ？おー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 おおお、どうなんどうなん、あ、でも西で割れてるってことは来そうだけどね。あ、はい、ダブりました。アンズちゃんダブって、お、これ星4じゃない？あ、違った。尽くしダメでした。星3でした。はい、ダブりきました。なんか、引き切りになりそうだよね、星3に関してはね。おー、引き、あ、あ、星4だ。オッケー、しきみちゃん。はい、あ、もう、ちょっと待って。ちょっと待って。ウルップさんはもうすでにプラス3になりました。はい。2体目か、なぎさんに。ダウォー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 ダウォ
何度出るお前。はい、もみさん、星3ですね。さあ、てと、今回はダブリが1、2、3、4、5体ですね。はい。え、幸先めっちゃ良くない？はい、それでは30連目でございます。ちょっとこっからはサクサクやっていきたいね。はい。はい、開いてきました。ここに、ほよしょっと。ほよしょっと。演出の違いが知りたいなぁ。背景かな？あ、背景っぽいな。さっき虹だったんですよ。さっき完全に虹色が出てたんで、で、今回今後ろが青だったんで、これもしかしたら星3しか出ない説あるな。はい。はいはいはい。おー、来た、風が出てきましたよ。これで、ランが出ました。さっきが風で、さっきがランですね。はい、ダツラさんからの、これ、あ、そうか。もうなんか引いたと思ってた。はい、マキシスさんですね。お、懐かしいな、マチス。マチスビリリ玉なんだ。自爆されちゃうよ。OK。今回最高レアリティ星4なんで、青背景だと3か4ってことかな。はい、わかりました。はい、次40連目です。はい、背景見してくれよ。虹の背景を見してくれ。ポリゴン、虹になれ。はい、次行きましょう。ちょっと背景にじみたいな。規則性が分かったからさ、ちゃんと確定演出見させてくださいよ。星5。来い。星5来い。5。あー、多いな。なるほどね。意外と渋いのか星5。でもさ、7% って言われてるから、ポンポン出てきてくれてもいいんだけどね。はい、前が星3でしたね。オッケー。はい。あかねちゃん出てきました。ズー、はい、ふーが来ました。ふー、2体目。お、ちょっと待って。あ、4かー。カヒルさん、そっか、四天王だけど、四天王だけどなんだね。やっぱその中でもランクがあるね。四天王だけど、星3、星4、あ、違う、星4、星5。そういえば芝とか今回入ってたよね。芝欲しいな。はい、今回は未入手は2体のみですね。なるほど。ちょっとこっからはマジ、めぼしいやつが出るまではもうサクサク引いちゃっていこうか。とりあえず星5ですね。星5とつらせたいんですよ。できる限りですね、バディ技を強くしたいので。あー、残念。4、まだ2かな。はい。おお、来た、芝、よし、オッケー、いただきました。あれ、なんだよ、4か、芝。はい、今回は芝が初ゲットですね。はい、芝と陶器、はい、の2人が発言でございます。いやー、ちょっとパンパン引いていかないいっとねー。よいしょ、はい、来い。お、光ったよ。なんか光が強かったよ今。なんかない。お、おった、よし、おしろ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 、身内のおしごが欲しいんです。頼む、1体と言わず2体でも3体でも欲しいんです。はい、虹で割れた、割れたよ。あ、オッケーオッケーオッケー、もうもうもう、かぶりゃオッケー、かぶりゃオッケー、かぶりゃオッケー。はい、次。ああ、違うんだよな。福士さん、星さんだよな。そろそろ来る。おお、来た。とっとっと。2体目、ありがとうございます。ちょっと待って、怖い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 。ニクリス、ニクリス。ニクリスからの、あら、まつりさん。あれ、まつりかさん、3か。個人的にはもう4か5ぐらいあってもいいと思ってたんですけどね。あ、そして、ゲンジが来ました。はい。ゲンジ&ボーン。あ、ナイス、星4でしょ、どうせ。おら、来たー。今回、だいぶ来たぞ。だいぶ。クリスがまさかの2体出たんで3体目ですね。これで今プラスが2になったのか。やったぜ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 、いいんだぜこの流れ、めちゃめちゃいいぜ。一回ね、機材トラブルでね、絡まってるから、ちょっと待って。あー、分かった。これ刺した時に光がピャンって出たらもう虹なんだね。星さんは、お、あ、来た、今度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 、あ、そうだ、読んだ。あー、光、あー、光んないなー、給電されて。さあ来い、光。あー、光んないなー。はい、青いねー。あ、やっぱ出ないなー。おーおー、来た来た来た。まだ持ってなかったよね、結構ね。ありがとうございます。これでほとんど初代の四天王、あ、今回渡るが未実装なのかな、多分こぞって重なっていくのでね。はい、次キラリンチョからの、光ってください。光る、光んないな、虹が出ないな。星5さ、 7% だからもっとパンパン出てもうよくないねえ。なんかもっと出るもんだと思って今回待ってたんですけど、なかなか出てきてくれません。残念ですね。おー、来た、え、虹だ、よし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 、なるほど。
最初の背景だけじゃ分かんないということですね。さあここで一体どの星子が来るのか。来たー、ありがとうございます。ライチさんいらっしゃいませ、いらっしゃいませ。島クイーンライチさんいらっしゃいませ。で、あ、もう伸びしろですね。はい、ありがとうございます。何体だ、あと残りじゃあダイヤが、3万になった段階でちょっとチェックしよっか。あ、行ってみよう。ティッティッ、はい、ビビビビビ、どうだ、背景はブルーブルーだが、この後の昇格があることを俺はもう知っているので、まだまだ期待は捨てません、期待は捨てません。赤緑、あ、なんかどうあ、あ、あ、だだだ、白。オッケー、カツラ、そっか、まだ持ってなかったか。星運どう、もうそろそろね、全部ゲットできてると思うんだけど、光らないね。そしてさあブルーだ。そして星さんキャラクターをどこまでみんな使うのかっていうのが気になりますけど、はい、オッケー、あと30連1回回そう。その段階で1回ね、チェックしますよ。さあ来い、虹来い、虹が欲しい。あ、光らないなー。はい、開いて白で、さえ期待できないですね。オッケー、ちょっとパンパンいっちゃいましょう。はいはい、ほとんど伸びしろになってきたな。ええ、バディサーチポイントがマックスになりました。好きなバディを1体選んでください。ええ、はあ、もう溜まったの、もしかして今ので溜まったんだ俺。わー、どうしよっかな。一旦コンプしたいんで、持ってないキャラ行こうか。うーん、ゆうきかかりんか、うーわ、どっちかなー。いや、かりんにしときましょう。はい、ゆうきはちょっと自力で引きます。はい、これでガシャン、光って虹が確定ということですね。はい、行きました。これで単発で出てきてくれるってことかい、そういうことかい。これはキュイン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 で、はい、はい、ここで出てきたのが、はい、カリンさんでございます。いらっしゃいませ、カリンさん、ありがとうございます。なるほどね。で、バディーサーチポイントが、あ、また20になったんですね。なるほど、ちょっと次10連引いた時に確認してみようか。 OK、 じゃあちょっとこれまた10連回して、バディーズサーチポイントがどれだけ溜まってんのかもう一回ちょっとチェックしてきます。なんか1回につき3っていうの聞いた。おー、ちょっと待って、虹来た、勇気来るんじゃん、勇気来るんじゃん、これ揃うんじゃん、一旦星子揃うんじゃん、揃えさせて、揃えさせて、いや別に揃わなくてもいいよ、バディーズ技でもいいよ、もちろんとつってもいいんだよ、いいんです、いいけど、できればコンプしたい。あー、オッケーオッケー、星四たちはいいな、3はいいんです。あー、オッケーオッケーオッケー、バディーズ技だな、あー、オッケーオッケー、これマックス。はい、もう3と4のやつらはね、とにかくもう重なっていただきたい、伸びしろを獲得するためにとにかく重なっていただきたい。あ、まあまあですね、まあまあ、まだ2体目だよね。オッケー、さあそろそろ来い。あー、違っちゃったー、ランちゃん。次、あ、俺はコネだ。え、じゃあ次誰だ。おー、来た、クリ、ちょっと待って、俺クリス出しすぎだよね。もう4だよ、クリス4突ですか、えぐい。俺狙い撃ちしてないんだが、クリス。まあでも最初欲しいってちょっとね言ってたかだったからね、出てきてくれてるんですね、ありがとうございます、クリスちゃん、ありがとう。はい、オッケー。さっきさ、あの 3万いったら、ダイヤ3万いったら持ってない見るって言ったけど、今さ、あのさっきのカリン狙い撃ちした時にある程度分かっちゃったんで、まあいいか、もうね。はい、どん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 星さんの伸びしろが溜まっていきます。どんどんか、あの伸びしろを上げられるようになりました。はい、基本ステータスが確か上げられるんだっけ、ちょっとその辺まだ僕もね、把握全部できてないですよね。育成システム結構いくつかあるんで、そのうちのどれかなみたいな。ほん、おっと、西田、よし来た、よし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 、あー、お前は4、お前は4、カンナは4だけど、俺ここでクリス来たらもうクリス多分もう貫突なんですけど、見たいよね、クリス貫突見たいよね、見してください、貫突星号見してください、誰が来るんだい、誰が来るんだい、どうなんだい、いや、もうヤコいい、ヤコいい、誰だ、マティスもいい、違う違う違うでしょ、違うでしょ、そろそろ、あー、そっちかー、でも待って、コンプでございます、ありがとうございます、保園町のトレーナーなんだ、ポケモンのことは詳しいから任せてよ、勇気ゲットいたしました、ありがとうございます。これで星5はなんとかコンプできましたね。はい、かね、今回、あー、また光ったー、光ったよー、誰が来るんだい、クリス監督行きたい、監督クリス見たい、見たいよ、誰をどこまで俺はできるんだい、誰が出てきてくれるんだい、2体でもいいんだよ、勇気2連勇気、2連勇気はちょっとびっくりだな、カンナさんもだいぶ来るね、使ってあげたくなっちゃうね、こうなってくるとね。はい、よしよし、もう1体ぐらい、なんか星4、あ、星5、おーおーおーおおおおおおお、勇気フィーバー来てるよ、勇気フィーバー来てるよ、マジで、あと2体だ、あと2体、勇気あと2体か、
いや、勇気だけじゃないよ。今、クリスと勇気両方ともリーチかかってる、だいぶ。やばい。今の神引きじゃない普通に。え、やば。運がこう戻ってきた感じする。光らなかったね。開いた時に虹であってください。来た虹です。勇気かな、勇気なのかな、クリスなのかな、どっちなのかな、誰だ、あ、誰誰誰、はいはい、次、次、あ、違う、もうそろそろ出る、出ない。次、来い。おー、来た。クリス、待って、クリス、これで。貫突です。クリス貫突バディ技レベル5いただきました。最強クリスできました。ありがとうございます。これ以降クリスが出たらですね、まあ、全部伸びしろとなりますので、はい、キャラの強化に使ってあげましょう。行きましょう。はい、次クリスの後できればね、他のもね、プラ突っていきたいよね。他の星5も突っていきたいよね。どうなんだろう。いや、ちょっと待って、来すぎ、星を来すぎ、後半の来すぎ、うわあ、言ってたら来た、星の伸びしろ来た。ありがとうございます、ありがとうございます。もうクリスはね、出た分だけ、あー、ここで出る、まだ出てなかった星をいたわ。ナタネさん出ました、はい、ありがとうございます。いいので、わー、ちょっと待って、これコンピしたの、もう、はい、星をズミ来ました。四天王が多分これで全部出たから、もういなくなったの。ガシャで出せるキャラ全部出た気がする。はい、虹来い。こっからの虹。あー、わかんない。まだわかんない。まだわかんない。まだわかんないよ。はい。ならないよとはさ、もうね、10連が一瞬で終わってしまうのに、ちゃんと5は出る。はい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 。はい、来たー、ライチさん !2 ライチ。はい、ライチさんプラス1。よし。さあ、だいぶダイヤがなくなってきましたよ。もう全然ないよ、ダイヤ。誰かな、どのタイミングかな。3番目来た。わ、ちょっと待って、俺さっきから1回引くとその流れ来るよね。そういうことだね。これライチさんの流れ今来てるよね。一旦今持ってるダイヤ全部吐き出しちゃいます。どうだ、引かれない。うん、どう、ちょっと待って、これライチさんでしょ、どうせ今の流れ的に。どうせライチさんじゃなかった、不要でした。はい、2不要からの、え、ちょっと待ってよ、ザクロさんって俺引いてなかったのか。はい、ちょっと待って、で終わりで、多分星5今出まくってるから、で今回星4率高えな。はい、だよね、高いな、星4率、あ、お前君は違うか。はい、ちょっと待って、あとなんだ、あと誰だ、え現状のやつ、あー白、残念。ピション、はい、行ってみよう。誰が来るの、どの星子が来るの。カリンさん、ありがとうございます。カリンさん、そういえば俺あれか、さっきピックアップで拾ったやつだけだったか。はい、オッケー、ありがとうございます。で、石が一旦なくなっちゃったんですが、ちょっと追加で入れてきます。なんかね、ガシャ引いてる間にですね、15時過ぎまして、リリース記念の星5確定バディーズサーチっていうのがなんかね追加されてたわ。もったいな、俺最初にこれやればよかったじゃん。まあいいや、ちょっとこれやっていこうか。でも1体確定だからね、複数体出る可能性ありますから。おり、あれ演出出ないんだこの時に。さあ、虹になりました、どうなるかな。なんかすごい画面暗くなってない、なんだ、なんかちょっと画面がすげえ暗い、ちょっと調整してくれるかもしれない。はいはい、さあ誰かな、見ていこっか。はい、ラス1、あほほほほ、伸びしろ。まさかのバディーズ、俺あと1回回したらまたこれたまんじゃないの。今回でチェック、ちょい虹、ありがとうございます、ありがとうございます。クリス、あー、オッケー、4かな、4、はい、来た、4でございます。でも今さ、不要があれだったんだよ、4凸になってたから、これを入れれば5凸になるよね。じゃあ不要にしとこっか、確実にね。もうとつってるやつをちょっと準備していこう。はい、 OK、 2回バディーズポイントで確定が引けるってことは5万円なのかな、だいたいその10連引きまくってたら。はい、バディーズ技が不要さまよレベル5になりました、ありがとうございます。これ以降は全て伸びしろということですね。はい、 OK、 残念で、バディーサーチポイントが今40になりましたね。じゃあ40の段階で引いてみよう。40になった。で、次でちょっとスコア見ます。よいしょっと。どうかな？あー、白でしたね。オッケーオッケーオッケー。はい、オッケー。で、ポイントチェックで30か。あ、なるほど。
10連すると30ってことは140連か目のタイミングで、1回引けるのかバディーズが。なるほどね。じゃあやっぱ基本的には10連の方がいいですね。どうした西、よし来い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 、どっちでもいい、伸びしろでもいい、とつってもいい、どっちでもいいですよ。どうだ、あーゆきちゃん、オッケーオッケー、いくつだ、プラス4、オッケー4になりました、ありがとう。ラストの10連をすごいすんなり触ってしまった。これはもったいつけた方がいいんじゃないかと思ったけど、さあここで光ってくれたら神回です。ゴー、おー来た、はい神回、はい神回、はい神回でございます、ありがとうございます。出るやん、いいとこ出るやん、いいタイミングで出るやん。ここで勇気だと嬉しいぞ俺は。なぜならそうすると3体貫突になるからです。どうだ、あ違う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 、星4ですね、はい。え、だいぶ、お来た、はい貫突、ありがとうございます、3体目ありがとうございます。5体中3体が貫突いたしましたね、よしありがとう。はい、ということで、今残り22だから、ちょっとこれ以上引けないですね。残念ながら10連が引けないので、じゃあ1回だけこの優勝ガチャだけのやつ1回引いてみようか。1日1回限定。はい、ちょっとね、10連で引きたいから、もったいないんですけど、単発でね、これ使うのね。まあ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 。はい、ということで、まあ今回ちょっととりあえず10万円分ぐらいの、ダイヤちょっと入れまして、結果、あ、待てよ。微妙に入れられるかも。ちょっと待って、ちょっと待ってください。はい、え、ちょっともう10連だけですね、今ショップの中に入れた残高がもう1000いくらあったなと思って、それでですねちょっとダイヤ入れてきました。ということでこれが今日ラストの10連でございます。ラスト10連光ってくれないかな、どうだ、あーしょっぱかった、はいありがとうございました。ということで伸びしろ伸びしろ伸びしろということですね。はい、ということでですね今回ちょっとね回していきました。星5に関してはやはりね全部コンプすることはできましたが、実装されているキャラクター全部のこう貫突、5回ですよね、プラスレベル5バディーズ技をレベル5にするってところはちょっと厳しかったですね、ただねまたグリーンのイベントがね近々出るっていうのがですね発表できているので、ちょっとねちょっとそっちはねガチャでグリーン来ちゃったらですね、僕一番好きなのはグリーンなんでちょっとねガチャ回しそうですね。まあそれに関してはまた別で、ね、動画にすると思います。はい、ということで今回これで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、Instagram やっておりますので、よかったらフォローお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。